ははい皆さんこんこにちは、えー、と今日はですね前回の、えー、自己紹介の動画に続いて、えー、ちょっと、まあ、変わった種類の動画を撮りたいと思います。あのコメント欄にですね、まあ、ある方から、えー、リクエストをいただきましたので,で今日は2、えー、つ紹介するんですけれども、まあ、YouTube を始めて感じたことっていうものと、えーまあ、これだけの本を読んでよかったことを感じたことっていうその2点についてご説明をしたいと。 いいう,うに思いますでまず最初に YouTube を始めて感じたことっていうところなんですけれども、まあ、これはですねあのもしよければ私の自己紹介の動画を見ていただければというふうに思うんですけれども、えっとまあ、私はですねもともと YouTube っていうのを、えっとまあ、自分自身の習慣化を、まあ、動機づける目的で始めました。 えっとまあ普段勉強したいのは勉強したいなと思うんですけども、まあ、なかなかこう続かない継続化できないっていう悩みがあって、まあ、それをこうやってここに YouTube でアップすることによって、まあ、皆さんにこうやって見ていただくとでそれによってまあなんとなく自分の中でこう義務感みたいなのが少し生まれてそれで継続させられればなということでまあ始めたんですけども、えーまあ、えっと実際始めてみて感じたことの一番大きなことはやっぱりこうやって皆さんに何か自分が持っている えーまあ、情熱とか、まあ、こういう継続化したいっていう意思をですね皆さんに表明をして、えーまあ、そこにリアクションいただくっていうことはやっぱりすごく面白いことだなというふうに感じましたで、まあ、どういうことかっていうとやっぱりですね、まあ、YouTube に限らないんですけどもソーシャルメディアっていうのはあの今もうすごく発達をしていて、まあ、個人個人がですね、えーとまあ、自由に発信をして、えー、リアクションをもらうっていうことが、まあ、非常に容易になってると思います でその中でも、まあ、YouTube っていうのは、まあ、メディアの特性上、まあ、動画でえ何かを配信するっていうことが多いと思うんですけれども、まあ、比較的ですねその内容がまあ正しく伝わりやすいのかなというふうには思っています。でどういうういいことかっていうとととかか例えばとかだと どうしてもその声のトーンであったりとか前後の文脈っていうのが理解されないまま伝わることが多いと思うんですけれども YouTube だったらですねこういう動画を一本見ていただければその人の人となりっていうのがどういうものなのか大体前後関係も含めて分かると思います。でそういった環境の中でこうやって適切に皆さんとコミュニケーションを取れるってまあ皆さんって言いましたけれども私の場合はそんなに今たくさんそのチャンネル登録者の方がいらっしゃるわけではないんですけれどもそれでも200人以上の方が見てくださってる可能性 性があるとでその上でこうやってコミュニケーションを取れるっていうのはまあ非常に面白いなと思いました。でやっぱりあの最近、えー、レビューをした動画でもあの本の中でもまあ触れましたけれども、えーとまあ、個人がですねこうやって情報発信をして、まあ、そこに価値を作っていくということっていうのは、まあ、非常に面白いことだなっていうのをまあすごく感じました。はいえー、とね2点目ですねここ、えー、これだけまあ本を読んで感じたたとと良かったことっていう こととについいいてご説明をしたいと思いますでこれはですね、えっと、ちょっと曖昧な説明になってしまうかもしれませんけれども、えっと、やっぱりこれだけの本を読むと 一番大きいなと思ったのは少しずつですけれどもやっぱり自分の知識が広がってきて、まあ、あるところでこうつながってくるなということをまあ最近感じています。で曖昧になってしまうって言ったのはちょっと今パッと具体例が出てこないからなんですけれども、えー、とやっぱりですね300冊以上本を読んでいくと、まあ、自分の中で好き嫌いっていうのもありますし専門領域っていうのも当然あります。 でその中で、まあ、深まってくる領域ももちろんありますし、えー、とそういう読み方をする本もあるんですけれども今はですねどちらかというと、まあ、幅広いジャンルにわたって、えー、本を読むようにしてます。なので、えー、と必ずしもですねその A っていう本を読んだ後に B っていう本を読んだからといって自分が A の知識を100%吸収,し吸収して B の知識を100%吸収してっていうことではないんですけれども A の中で10%分かった B の中で10%分かったっていうことが、えー、とある時ふっとつながって あ、そうか、A の本で言ってたことは B の本の方法で説明すると、まあ、こういうふうに理解できるのかということが何かある時に気がついてその A の 10%B の10%っていうのがまた新たな付加価値として示します、あ。 C に繋がったりとかまた A の 10%B の10%だったものが急に120%ずつ理解できるようになってくるとか、まあ、そういったようなことがあるんじゃないかなっていうのを、まあ、感じます。で、えっとまあ、それは自分の頭の中で起きていることだけではなくて、えっと、もちろんその本を読み続けることによって、まあ、どんどん自分の知識が広がってくるとでそうすると触れられる触れることのできる分野っていうのが増えてくると思います。 ととさらに知識は深まってくるとでその知識を、まあ、例えば私は今サラリーマンをやってますので、まあ、会社の財務会計であったりとか管理会計の知識に生かしていくと。でさらにそういう知識があることによって、まあ、より技術的な内容にフォーカスできるようになってその技術の話をより深くできるようになってくると。でまあ、ちょっとあんまりあの仕事とかバレてしまうんであの細かいその技術的な本はここでご紹介することは基本的にないんですけれどもあのもちろん技術的な本も読んでます。でまあ、こういったその えとまあ、自分の知識の連鎖みたいなものがやっぱりまあここ1年半ぐらいですね、まあ、365冊以上まあ本を読んできて、えー、まあ少しずつ起きてきてるのかなというふうに感じます。なので、えーとまあ、ビジネス書なんかではよく言われますけれどもあの必ずしもその本を読んだからといってそれを真似したからといって大成功するわけじゃないんだよっていうのは、まあ、まさにその通りだと思います。な、えー、なのののででやっぱりいろんん本本を読んでその本の 中に含まれててている、まあ、その人として、まあ、社会としし社会基本的に持っている性質みたいなものを少しずつこうエッセンスを学んでいくことによって、まあ、自分の中で、えー、新しい現象に直面した時に、まあ、正しい判断ができる、まあ、正しい経験ができる、まあ、そういったものが本の効果なんじゃないかなということを、まあ、あの1年間、まあ、1年半ぐらいですね、えー、とこうやってレビューをしてきて、まあ、感じています、はい、ちょっとあのお答えになってるかわからないんですけれどもあのコメントを頂い,いたうーさんありがとうございますでちょっと、まあ これからですね、えーとまあ、365冊読んだことですし、まあ、少しずつこういった、えー、まあその本を読んでどうだったかとかですね、えーまあ、あとはそのさっき言ったランキングみたいなものとか、その単純な読書レビューではない内容というのも少しずつ充実させていければなというふうに思ってますので、あのまたぜひリクエストとかですね、まあ、あのコメント、不満も含めてあのいただければと思いますので、ぜひこれからもよろしくお願いします。あの興味を持っていただいた方は、ぜひまあチャンネル登録をしていただく。 行きたいですしまた再生リストも作ってありますのでビジネス書とか心理学についての本また習慣化継続化についての本とか、まあ、お金についての本とかですね最近多いんで、まあ、その辺是非見ていただければなというふうに思います、はい、今日は以上です。